て言ってるの？固まった。固まった。ですね、今回は、給排気、まあ、今更なんですけど、まあ、前からも出してたんですけど、まあ、ちょっと、今までのはですね、まあ、このキノコタイプのやつ、これだったんですよ。頭はね、違う。頭はね、これトラストのやつは、これなんですよ。で、こいつが以前出した動画で、このプラスチックなんですよね、これ。なので、中のね、プラスチック部分が折れて、もうここ、パカパカになっちゃったんですよ。で、これはね、絶対買わない方がいいんですよ。で、トラストの、まあ、新しいやつっていうのは、もうこういう、これがね、改良されて、ちゃんとしたものに変わってるんですよ。で、最近までつけてたのが、まあ、トラストがここまでで、で、頭はね、K&N 使ってたんですよ。これは Swift RS のものを流用してたんですけど、まあ、これ、K&N ないからですね。これで、結構、そうですね、レベル的にはね、全然こっちの K&N の方が、吸入量も上がって、音もね、吹き返し音がね、結構、スコーンっていう音が、プシュンか。結構ね、良かったんですけど、自分的にはこれをちょっと一旦外して、検証で、ノーマルの方に戻して、フィルター、純正のフィルターをちょっと加工して使ってるんですけど、で、今回、その加工じゃね、ちょっとやっぱりデータ取れないんで、ね、自分がいいですよって言ったって、その加工するにも、純正品に穴掘いでターボフィルター埋め込んでって形になっちゃうんで、なかなかこれね、めんどくさいんですよ。なので今回ちょっと安く違うの K&N なんですけど、これ全面フィルターなんですよね。純正ってね、こんくらいがね、なんもない、これ全面なんで、全然吸入量すごいアップですよ。ただ純正につけてどうなのかっていうのは分かんないんですよね。自分のターボ交換してるんで、当然吸入量は増えてるし、まあね、これでこんくらいないとダメなのかなっていう感じなんですけど、これってね、でもちょっとね、1万ちょっとするんですけど、今回これ購入したんで、これを使ってどうなのかですね。今の状態でもまあ悪くないんですけど、まあなんつってもまあ自作なんで、自作はちょっとね、データ取れない、あんまり。で、まあこの K&N のフィルターに関しては何回も洗って使える、まあ、こういったね、ものがあるんですけど、これがまあ2,500-2,600円するんですけど、これ買っとけば、まあずっと永遠に使えると。まあ当然自分もこれは持ってました。以前乗ってたバイク K&N だったんですよね。それの余りですね。ほとんど使ってなかったんですけど。で、ちょっと今度、今からね、K&N に変えて走ってみます。まあ超簡単なんでね、みんなできると思うんですけど、まあね、ボンネット開けて、まあエアクリーナー外して入れ替えるだけなんですよ。で、ほんとね、こいつはやばいっす。こいつはプラスチックなんで、ほんとバキバキ割れるんですよ、劣化して。これ使ってる人絶対ね、外して、頭はね、ちゃんとトラストさん対策品出てるんで、そっちの方が買った方がいいっす。ね、ほんとここ外して入れ替えるだけ、そんだけ。自分のはちょっとターボ交換してるんでね、容量不足になりかねないので、奥の方に穴、
あれを追加してるんですよ。45倍ぐらいの。その穴がここに通ってきて、下から空気吸う。こんな感じ。とね、これが以前自作していたやつ。これターボフィルターついてるんですけど、これはね、ちょっとデータ取れないんで。でね、今 K&N 入れたんですけど、こいつね、エアフローのこいつは取ってくださいね、一回。まあ、これあの、こう、ね、黄色いところを引っ張って、押して抜く。で、あとここ、これ取らないと多分、まあ、これ今ちょっともう、これ抜かないとちょっと奥の方がね、爪がかかんないんで、これで終わりです。これちょっとデータ取れないんで、じゃあ、もう変えてしまったんでちょっと走ってみましょう。ね、コンピューターのリセットはね、ちょっと走ってみてから考えます。まあリセットに関しては自分の、まあ、過去動画の方で上げてますんで、まあ、コンピューターリセットした方が、まあ、ちゃんとうまくいきます。じゃあちょっと走ってみましょうか。まあ、今あの K&N のフィルターに変えて、まあ、結構距離的に30キロぐらい走ってるんですけど、まあ、あのコンピューターリセットまでする必要はないのかなって思いましたね。で、まあね、話は変わるんですけど、まあ今までつけてたあのあれキノコ型トラストのキノコとかね、その辺あれはね、やっぱり結構ね、自分の動画に指摘来るんですよ。熱吸ってパワーダウンしたらディチューンじゃないって、ディチューンしてどうすんのみたいな感じのコメント来るんですけど、あれはね、そこまで考えるほどディチューンっていうわけじゃないんですよ。いいところはちゃんとあって、音はね、ちゃんとシュコーンっていう音が出て、で気持ちいいんですよ。で、まあ空気とかのね、吸う量はやっぱ増えるっちゃ増えるんですよ。ただ熱い空気を吸うので空気密度が少なくなる。まあそれはディチューンなんですけど、まあ結局インタークーラーで冷やすんですよね。でそこら辺がね、ちょっとやっぱり難しいところで、キノコがいいとか純正タイプがいいとかっていうのはちょっと自分は言えないんで、まあキノコダメ信者の方は結構多いです。で自分もまあどっちかというとね、キノコはねちょっとあんまりなんですけど、けどまあこればっかりはね、もうね、人次第かなって思いますよ。音が欲しければもうキノコタイプつけりゃいいし、まあね、熱持つのが嫌っていう方はもう純正交換タイプでいいし、でも自分の今この K&N の純正交換タイプなんですけど、まあこれ調子いいっすね。まあ今までが純正を加工したタイプだったんで、まあ、そんな劇的に変わってるわけじゃないんですけど、まあ値段がね、これ高いじゃないですか。交換タイプっつったってこれ1万2000円ぐらいするんで、それ考えるとまあね、なんか値段的にはすごいいいのつけてるんで、テンション上がってなんかすごいいい感じかなって思います。まあ結局はね、もう気分次第になるんですよね、こればっかりは。もうキノコはキノコで音するし、まあ、全然ね、見た目もいいし、まあ、見た目ですよね、見た目と音、これはもうキノコタイプにはもう絶対かなわないんで、って考えるとまあ、どっちもどっちかなって思いますよ。まあ結局街乗りぐらいだったら純正が一番。これ言うとね、まあ夢崩れるんですけど。